お礼書かせていただきます。すいません。金曜日ってなんか幸せだよね。確かに明日からね、休日だから幸せですよね。確かに金曜日、皆さんお疲れ様でした。お仕事とか学校とかお疲れ様でした。まあ、土日もある方ももちろんいると思いますけど、ひとまず1週間お疲れ様でした。拍手でも十分だよ。ありがとうございます。そう、今日はちょっと拍手で書かせていただきます。すいません。今日はね、21時までします。ひろさんこんばんは。こんばんは。ホワイトボードに書いてもいいかも。ホワイトボードね、どうしようかな、考えておきます。ホワイトボードね、どうしよう。でもなんか紙に書きたいんですよね、謎のこだわり。ホワイトボードな、ちょっと考えておきますね。今日は少しへこむことがあって、へこむことはね、誰でもあります。私もね、今日かなりへこみました。古文の、病んでます。古文の勉強してたんですけども、できなさすぎてね、やみましたね。私もガワさんこんばんは。こんばんは。文房具好きですか？文房具結構好きですよ。多分ね、私たちの世代の、多分あの私たちぐらいの世代の子たちは、幼い頃になんかメモ帳集めとかシール集めとかにみんなハマった世代なので、私はメモ帳とか、あと何だろう、鉛筆とか、その小学生ぐらいの時のお小遣いの値段で集めれるものをね、すごい集めてたので、その文房具が結構家にあります。ペンとかノートとかすごい好きですね。紙は思い出には残るんだけどね。そうなんですよ。なんかね、そう、こうこんぐらい、こう厚さでは分かるじゃないですか。それがこう見るのが結構好きなので、紙に書くのは好きですね。ボールペンってフリクション使う？フリクションあんま使わないです。私はこれ分かる方には分かると思うんですけど、ディズニーのね、お土産ですっごい書きやすいボールペンがあるんですよ。それのね、詰め替えを探して、それずっと使ってます。さやちゃんの顔見たら一瞬で癒されましたけど、やった、ありがとうございます。癒しになれてよかったです。アットマーク SKM さん、お疲れ様です。ありがとうございます。見に来てくださってありがとう。プロフィール帳とか懐かしい。プロフィール帳ね、私もすごい書きましたね。そう、書きましたね。あの、仲いい子には電話番号書くんですけど、家でのね、そんなに、なんて言うんだろう、仲が、そんな電話番号教えるほどじゃないなって子には、住所とか電話番号の欄開けては返すんですよね。一応かなりの個人情報なので。とかね、懐かしい。とかプロフィール帳、なんか好きな人とか書くらあるじゃないですか。 誰もあれ本当のこと書かないっていうね。誰もあそこに本当のことを書かないっていう。歌うのはねあんまり得意意識はないですね。好きなんですけどね。そう、だからカラオケとかも一人で行くことが多いです。そうですね、歌よりダンスの方がまだ得意です。カラオケ配信の予定はないです。すいません。カラオケ配信はね、しない予定です。そうです。一人でね、カラオケ行くのはすごい好きなんですけど。じゃあ合格した後の楽しみだね。すいません、それでお願いします。そうなんですよ。あ、そういえば皆さん夜ご飯食べましたか？私は食べました。まあ毎回食べてからね、配信するんですけど、
今日はなんだっけ、なんかね、アナゴ食べました。一人まるまる何までできる。私ね、何でも一人でできますよ。一人でマクドも行ったし、一人ラーメンも行けるし、一人焼肉は行ったことないけど全然できますね。あるわ、一人焼肉もできますね。食べながら見てる。よかった。美味しいもん食べてくださいね。シチュー食べた。いいですね。餃子食べたよ。いいですね。一人海外はね、わかんない。なんか旅行に関しては誰と行く母なので、それ以外はね、割と一人でできるんですけど、思い出系はね、誰と行くかが大事派なので、旅行はきついかもしれない。一人海外な。広島のユッキーさん、こんばんは。こんばんは。初見さん、ありがとうございます。一人散歩一人散歩はね、できますね。でもね、散歩するのは割と好きで、最近はあんまできてないんですけどね。あ、スケモンさん、ありがとうございます。赤のバラ。じゃあ一人暮らしも OK だ。そうですね、一人暮らしは割と大丈夫だと思います。あとね、なんだろう、ありがとうございますバラ。そう、ちょっと今日はね、髪を準備する時間がなくて、普通の白髪になっちゃうんですけど、すいません。一人バンジーは、見てくれる人がいないと怖いかも。したことないんですよ、バンジー。すごいしたくて。そう、だから割と罰ゲームとかでテレビで、嫌だって、バンジーとか無理って言ってる人いるじゃないですか。私ちょっと一回だけしてみたいなっていう、割と怖いもの知らずなところがあるんですよね。淡路島のアナゴも美味しいですね。宮島口のアナゴも夢。そう、私もね、前広島行った時にアナゴ丼食べましたよ。すごい美味しかったです。確かね、時間がなくてお弁当買ったんですけど、すごい美味しかったです。また食べたい。今日2月何日だ10日。スケモンさん、バラありがとうございます。ありがとうございます。先日一人石垣島行ってきた。すごい。一人で旅行はね、割と難易度が高い。じゃあスカイダイビングもね、してみたいですね。花火師さん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。本日も見に来てくださってありがとうございます。絶叫系の乗り物は好きです。でもね、こう言ってる時にすごい後悔するんですよ。こうなってる時に、最悪乗らなかったらよかったと思うんですけど、もうこっからズドーンって降りたらもう最高ですね。ここ読んだ。私も宮島口でお弁当買って宮島に食べました。いいですね。宮島行きたい。一回行ったことあるんですけど、行ってみたいですね。また前はね、すごい、ここピョンってなってる。そう、毎回乗らんかったらよかったと思います。もう、なんかもう心臓がね、もうやばいってなって、もうこっからもう最高ですね。イーさん、チラありがとうございます。こんばんは。そう、ジェットコースターはでもすごい好きです。自分は回る系がダメです。確かに回る系はね、しんどくなりますよね。回る系ね、確かに。私ね、幼い頃に一回だけ、なんか幼い頃に家族で乗ったんですけど、コーヒーカップ、お母さんが調子に乗って回しすぎちゃって、すごい酔ったことがありますね。去年行ったら鳥居が工事中だった、宮島。そうなんだ。なんかね、こう鳥居まで行く仮のね、歩道が、なんか工事の多分歩道なんだと思うんですけど、がね、なんかその一般の人も渡れる期間があったみたいで、前 YouTube で見たんですけど、いいなと思って。もう今は多分ないと思うんですけどね。そうそうそう、行ってみたいですね。あ、行ったことあるんだけど、めっちゃちっちゃかったから。コーヒーマシンは操る人次第で絶叫マシンになる。確かに、あれは適度に回すぐらいがちょうどいいんですよね。
なんだろう、私は、うん、私は個人的に USJ あります、皆さん行ったことありますか？ USJ の、あ、ゼロさんありがとうございます。 USJ の、 あのキッズコーナーみたいなところがあるんですけど、そこの屋内にあるジェットコースターがすごい面白いんですよ。キッズ用だと思うんですけど、ちょうどいい怖さで。いちいこさんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。そう、なんかね、そのめっちゃ怖いの連続して乗った後とかに乗るのにちょうど最適な屋内のジェットコースターがあって、それがねすごい好きです。ゼロさん、赤のバラ、ちなみにコーヒーは飲めますか？コーヒー好きですよ、コーヒー大好きです。でもね、そうこれね、前にもお話ししたんですけど、カフェインがねちょっと苦手なので、3時以降は飲まないようにしてます。だから3時までに、でも絶対飲みます、1日2杯ぐらい。花屋敷のジェットコースター怖いよ、古いって、あ、古いのは怖いですよね。またジェットコースター乗れなくはないけど楽しんでない私確かに楽しんでない人は確かに大勢いそう。紙ゼロさん、赤のバラ10個ありがとうございます、ありがとうございます。ブラックも飲めちゃう、ブラックも飲めます、濃さによるけど、そう濃さによるんですけど割と飲めますね。ヤホーさんこんばんは、こんばんは、見に来てくださってありがとうございます。確かにジェットコースターはね乗れるけどね楽しくないって人多分一定数いますよね。私は乗れるし楽しい派です。でもお化け屋敷はちょっと好きじゃないかも、走って逃げちゃうタイプですね。ミーテールしたんだけど、もうちょっとなんか可愛くこう髪を、まあ、ジェットコースター乗ると酔う、確かに。あ、私はね船酔いすごいするタイプなんですよ。ダブルセブンさんこんばんは、こんばんは。私船酔いすごいするタイプで、なんか昔海外行った時にこう船乗って海の真ん中ら辺まで行って、こう海こうなんか船からなんて言うんだろう、パラシュートみたいなのに乗って、そのそれこそスカイダイビングみたいな感じの乗ったんですけど、そこに行くまでにすっごい船酔いしちゃって、なんかあんまり楽しくなかった思い出がありますね。高いところの動画見るだけでゾワゾワしてくるので無理。確かに高所恐怖症、私はね意外と大丈夫なんですよね。でもあの床が透けてる、たまになんか床が透けてるとことかあるじゃないですか、その高いところに行ったら、それがねちょっと怖いかも。コーヒー牛乳が好きです、子供かよ。コーヒー牛乳あの瓶に入ってるの美味しいですよね、私もよく飲みます。船酔いひどいならイタリアの青の洞窟には行けない。あ、そっか、あそこなんかカヤックみたいなんで行きますもんね、パラセーリング、多分そうだと思います。パラセーリング、海でね真ん中まで行って飛ぶやつで、なんか人数的になんかその奇数人、その なんて言うんだろう、こう2人乗りだから、その船一船の人数が奇数人だったら1人もう1回乗れるんですよ。それで私はもう1回、もう船にいるのが地獄だったから、なんか自分だけ2回飛びましたね。なんか周りの方が、あ、どうぞどうぞって譲ってくれて、私だけ2回飛びました。それだけちょっと得しました。STU48 号が揺れた船ね、確かに船でね、すごいですよね船で歌って踊るの。私はあれは結構難易度高いですね。確かに見てる最中に寄ってきたとかってなってたんじゃないですか。
でもそれもそれでいい思い出だけど、いい思い出だと思うけど。確かに。でも結構大きい船だからそうでもないのかな。こうちっちゃいねボートとかぐらいだとすぐね揺れてる、揺れがねすごいすぐ来るので、みんな最初は酔うらしいよ、メンバーも。そうですよね、やっぱり大変だ、船酔いはね。だいたい100発100中ぐらいで、まあ今までそんな船に乗ってないからかな。確かに慣れるまでが大変そう。集合体恐怖症とか先端恐怖症とかもあるけど大丈夫。私は割と大丈夫ですね。集合体恐怖症はなんか一時期流行ったっていうか、なんか学校とか中学生ぐらいの間って一人がなんかみんなが知らない言葉を言い始めたらみんながそれを言うみたいな風習あるじゃないですか。だから周りみんな集合体恐怖症って言ってて、で私は大丈夫ですね。ルリコシさんありがとうございます。赤のバラ10個いただきました。そう、私は意外と大丈夫かも。で先端恐怖症とかはなんだろう、もう本当にこの距離とかだったら怖いかもしれないけど、やっぱめっちゃあの寄り目になったかも。この距離で針刺されたらさすがに怖いけど、画面上とかでこうされる分には大丈夫だから先端恐怖症ではないんだと思います。何がね、定義がちょっと分かんないからあれだけど、船降りた後も揺れてる感じが続く、わ大変。虫も自分で対処する派ですか。そうですね、虫は対処する、あんま殺さないですね。こう逃がしてあげるタイプです。私は先端閉所暗所高所恐怖症です。わー大変大変だ。閉所は確かに私も怖いかもしれないです。ロッカーの中とかですよね。まあそんなロッカーの中に入る機会ないけど、確かに私は中学生の時から客観的に冷静に判断されてますね。すごい。いやいやいや、一人暮らしで自由が出ても大丈夫そう。いやでもちょっと自由はさすがに、でももうすぐシューってかけますね。ちょっと G だけはちょっと逃がすより先に、あどうにかしなきゃって考えになりますね。自分も虫逃がすタイプだわ。そうですよね、私もね割と逃がすタイプです。あ蚊とかはねパンですけど、そうそれ以外はちょっとなんかかわいそうでね逃がすタイプです。売越さん、赤のバラ10個ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん初見だったことがありますそれありますよ。皆さんおはようございます。さん今日も見に来てくださってありがとうございます。ピーちゃんさんこんばんは。こんばんは。ジウも捕獲して逃がします。すごい。私はね捕獲できないと思います多分捕獲するのにそんなうまいことキャッチできなさそう。りょうだいさんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ありがとう、こちらこそです。ありがとう、いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆さんなんだろう、あとそうジェットコースターは乗れて、割とね怖いもの知らずなのでバンジージャンプもやってみたいし、あとなんだろう、そうですね、あそうでも一人まるまるで思い出したんですけど、あの一人海外、私思い返したら一人じゃなかったけど、私中学2年生の時に韓国に留学行ったことがあって、夏休みにね1週間だけなんですけど、その時は知ってる人がいない環境で行ったので、まあ、友達もすごい何人かできたんですけど、それは今思い返してみれば一人での挑戦でしたね。
そうですね、それぐらいかな。一人で食べに行くことはよくしますし、あと二度目まして、こんばんは、ともあきさん、ありがとうございます。基本銃は平気なんだけど、自分に向かって飛んできた時はかなり焦った。それはびっくりですね。それはやばい。それはもう、あ、でも手で潰せないしね。やば、それはかなり怖い。留学とかお嬢、いえいえ、その子1週間だけなんで、1週間だけ。一人海外はすごい経験だね。そうなんですよ。だから必死でお友達を、まあ日本人のね、お友達なんですけど、作りました。お化け屋敷は一人で行ける？無理です。無理ですね。赤穴さん、こんばんは。こんばんは。サーヤンの妹さんですか？いえいえいえ、私は一人っ子ですよ。一人っ子です。カン君、旅行行ったりするの？今は最近全然行ってないです。本当に行ってない。行けないですよね、海外に。全然海外旅行割と好き、そんなに行ったことはないけど好きなんですよ、両親も私も。なんですけどコロナのせいで韓国どころか海外にはね、最近は全然行けてないです。行きたいな、久しぶりに。私今ね、すごい行きたい国が何個もあって、フランスも行ってみたいし、なんだっけ、今はようやく行けるようできるようになってきたよね。そうですよね。でもなんかいろいろ大変みたいで、手続きがそこまでねする余力がなくて全然行けてないですね。 UFO とかツチノコとかの存在信じますか？信じてないですね割と信じてない。そう、でも見るの好きですよ、そういう都市伝説系のね、その番組とか本とか見るの好きです。フランスは2回行ったけどよかったよ。いいですよね。私あのフランスのあのなんだっけ、あのルーブル美術館にすごい行ってみたくて。リコちゃんさん、ハート10個ありがとうございます。そう、ルーブル美術館にすごい行きたくて、だから行ってみたいんですけど、またいつか大人になったら行きたいと思います。あとね、どこだろう、あ、ハワイも行ったことないからハワイも行きたい。怖いものベスト3は、うーん、怖いものね、お化けはお化け屋敷の方が怖いですね。お化けはいないと思ってるから、信じるか信じないかはあなた次第です。私も好きです。もうね、車で長時間旅行じゃないな、長時間車乗って移動するときとか、昔すごいねレンタルしてました。あ、今ケイビさん、ありがとうございます。ルーブル美術館はいくら時間があっても足りない。そうですよね。前出張で中国に行ったけど、ゼロコロナ対策中で本当に大変やった。確かに大変そう。家から出ちゃいけないんでしたっけ。大変だ。でもね、いろんなとこ行ってみたいんですよ、本当に。リコちゃんさん、ハート10個ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。あらら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 ら、すごい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 、なんか大量に星をいただきました。ありがとうございます。西ローハート、何個だろう、数えれないなまた数えれない現象が起きちゃう。ごめんなさい、変なところをしましたこれね、ちょっとでもね、こう上から下にシュッてスライドしただけで配信が一回止まっちゃうから慣れないですね、本当にすいません。ありがとうございます、ありがとうございます。すごい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 、ありがとうございます。数えれない、ありがとうございます。あの、皆さん自己申告制でお願いしますチャメルラ
なってる。ラーメン食べたい。チャルメラ、チャルメラって言うんだこれ。皆さんありがとうございます。なんか鳴ってますね外ありがとうございます。皆さんいっぱいいっぱいありがとうございます。そう、私一回止めちゃったからね、ギフトがね消えちゃったんですよ。消えちゃったっていうか、ここに表示されなくなっちゃって、花火師さんの表示されてるんですけど、困ったな。ちょっと慣れてなさすぎて困ったな。あの先ほど くれてた方、そうロリコシさんもさっきくれてたんですけど、私が変なとこ触ったばっかりになんかギフトの表示がねなくなるんですよ。これちょっとよくわかんない設定で。これどうやってして見れるんだろう。ありがとうございます。また泣けるからいいよ。すいません、本当にすいません。私がちょっと極力上触らないようにしますね。ありがとうございます。ハートたくさん。花火師さんハートたくさんありがとうございます。すいません、数えるの諦めましたハートたくさんありがとうございます。ありがとうございます。ゼロさんもハート100個ありがとうございます。嬉しい。そう、私ね今日調べてたんですよ、このアイテムのねポイント数っていうんですか、なんか連続で投げたら確か 1.2 倍だっけになるんですよね。初知りでした。初めて知りました瀬尾さんハートかけるありがとうございます。10連で投げるの、10連で投げるといいのよね。そうみたいですね。10連で投げると 1.2 倍になるって書いてました。だから皆さん10連でくださるんですね。ありがとうございます。本当にゼロさんハート100個ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あら、ユナイテッドさんありがとうございます。あらあら、いっぱい来た。20個、ありがとうございます。明日もね、放送をしようと思ってるんですけど、皆さん何時がご都合いいですか。私はどうしようかな。私はもう皆さんのご都合のつく時間に合わせるんですけど、昼1回と夕方1回か夜1回かくらいにしようかなと思ってて、それもあってイベントの時はタワー1本よりクマは10個なのよ。そうなんですね、クマ、ああタワーって東京タワーですよね。クマタワーの方がいいってことですね。すごい、いろいろややこしいみーくんさん1号10個ありがとうございます。50カウント終了しました。ありがとうございます。50カウント、なんだろう、公演のない時間が嬉しいです。了解しました。では公演のない時間に調べて入れておきます。やば、間違えた。赤のバラが20個、苦手なとか
ユナイテッドさん、赤のバラ20個ありがとうございます。ごめんなさい、ここちょっと間違えちゃった。ここちっちゃい通過コードしてちっちゃい言い換えちゃいました。すいません。赤のバラありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、ミキミキさん、こんばんは。こんばんは。あら、純一さん、バラ5個ありがとうございます。本当にポニットは自分でやったんですか？いえ、お母さんにやってもらいました。私髪の毛アイロン当てたりとか巻いたりするのは割とできるんですけど、くくるのがすごいもう桁違いに下手なので、お母さんにやってもらいました。みーくんさん、いちご10個。みーくんさん、そう、うまくなりたいですね。お母様ありがとう伝えておきます。お母さんはね、昔から私の髪の毛をすごい結んでくれるのでありがたいですね。いちご、なんか学校行く時とかアルバイトの時とかは別にぐちゃぐちゃな髪の毛でもいいから自分で結ぶんですけど、ちゃんとこうやって人前に出る時はきっちりしたいので。みーくんさん、いちご10個ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっといちご可愛くな、なんか顔みたいになってるしありがとうございます。そう、さや、くるの難しいよね。私もお母さんにやってもらってたね。お母さん、本当にお母さんが器用なおかげでありがたいです。お母様のおかげで可愛いポニテが見れるのか可愛いですか。ありがとうございます。どんぐりいちごです。一応さやちゃんありがとう。いえいえいえ、こちらこそありがとうございます。両親のことなんで呼んでるの？パパママ お父さんお母さんとかと、パパとママですね。パパとママって呼んでます。さやちゃんに縁がある数字は24だよ。頑張ってください。24、私38ですありがとうございます。純一さん、ありがとうございます。バラ5個、ちょっと待ってくださいね、紙取ってきます。少々お待ちを。いで、すいません、お待たせしました。紙をね、よいしょ、純一さん、純一さん、赤のバラ、あ、やば、と、そう、明日はね、いつから配信しようって思ってたんですよ。お昼12時半くらいかな。あら、瑠璃子さんありがとうございますふふふ、星がすごい流れてます純一さん、赤のバラ5個ありがとうございます。純一さん、赤のバラ5個ありがとうございます。すごい、なんかいっぱい降ってます、星が星がいっぱい降ってきてます。すごい、ありがとうございます。そういえばいつの間にか21位まで上がっていました。ありがとうございます。星降る夜ですね。星が降ってきてますね。ありがとうございます。すごい、星がいっぱい、3×8=24 だから、確かに3、24ですね。ラッキーナンバー24番で、
いきたいと思います。そう、なんかね、今まで好きな数字はとかでたまに聞かれることあるじゃないですか。あ、今日は流れ星、いた、まつげが入った。今日は流れ星1000個にしてみました。ありがとうございます。嬉しい。1000個って書きます。いっぱい流れ星が降ってました。ちょっと待ってね、左目じゃない、右目がなんか痛い。何もなかった何もなかったです。すいません。リリコさん、これは流れ星でいいんですね。流れ星×1000。ありがとうございます。視力はどれくらい？視力悪いんですよ。両方 0.1 未満ぐらいですね。そう、すごい悪くて、あ、でもすごいでもないか。コンタクトの度数は両方 3.0 ぐらいです。両方 3.0、 マイナス 3.0 ぐらい。あ、20位まで上がりました。ありがとうございます。嬉しい。コンタクトないと何も見えない感じかな。そうですね、何も見えないことはないけど、物の識別ぐらいはできるんですけど、こうテレビがあって、ここら辺に字があるじゃ、時計あるじゃないですか。あれはもう見えないですね。時刻は、テレビの時刻は見えないです。19位もいけそうね。本当ですか？ありがとうございます。確かに1411って書いてました。ありがとうございます。 Y も 0.1 未満なので、裸眼かな、裸眼だと自分の手のひらを近づけないと見えません。確かにスマホとかもね、こんな距離になりますよね目に良くないと分かってるんですけど。リコシさん、流れ星1000個ありがとうございます。ありがとうございます。本当に流れ星シューティングスターありがとうございます。私もね、だから割ともうコンタクトはお風呂入る寸前までつけてて。あ、なりちゃんさん、ティーカップ10個ありがとうございます。ありがとう、こちらこそありがとうございます。そ、あ、待って、何だ、何がこんなに痛いんだそう、ギリギリまでつけてて、外してお風呂入ってもうすぐメガネつけます。そうしないとね、見えない。なりちゃんさん、ありがとうございます。いつ頃から視力悪くなった？それはもう圧倒的にスマホを持ち出してからですね。そう、小5ぐらいかな。それまでは全然スマホを持ってなかったんですけど。レイさん、こんばんは。こんばんは。初見さん、ありがとうございます。目薬ありがとうございます。そう、スマホを持ってなかったんですけど、スマホを持ち出してから一気に視力が悪くなったから、そう、スマホのせいだと思います。勉強のしすぎとか、それはないそれは多分ないでも最近は勉強とかもよくこう携帯のなんかネット授業とか見たりするから、それのせいもちょっとありそう。嫌ですね、本当に。でもまあ、目悪くてもコンタクトつけたらどうにかなるしって思っちゃいます。こうさ、2月の10日、なりちゃんさん、ティーカップ10個ありがとうございます。ありがとうございます。本当に取れましたか？ありがとうございます。
でポキって言った。パラセーリングね、パラセーリング。なりちゃんさんありがとう、こちらこそです、ありがとうございます。パラセーリングなんだろう、パラセーリング。コンプレックスはある、コンプレックスだらけですね本当に本当にコンプレックスだらけで、でも結構めっちゃ暗い話みたいだけど、そんなことないけど、なんだろう、割とあの声もあんま自分の声好きじゃないし。 Wi-Fi 飛んでるお家ですか？ Wi-Fi 飛んでます、 Wi-Fi 飛んでますよそう、あとこれ本当に配信してて思ったのが、本当にねトークが本当に自分でも何言ってるか分かんない時がたまにあるから、ちゃんと言葉をなんて言うんだろう、うまく伝えれるようになりたいなってすごい思いました。落ち着いてて聞きやすい声なのに本当ですか、嬉しいです。え、声は好きだけどな、本当ですか、嬉しい。声今までね割と好きじゃなくて、本当に自分の声が好きって言っていただけて嬉しいです。解消しましたコンプレックス解消。語彙力あるし話もうまいと思うけどな、本当ですか、たまに自分でも、あ、私今何言ってんだろうって時があるんですけど、嬉しいです、ありがとうございます。あ、見えたリボンありがとうございます。このリボン可愛いんですけどね、形がすぐ崩れちゃうんですよ、それがちょっと残念ちゃんと質問返してくれる、質問返してくれるのも嬉しい、それは返しますよ本当に。今はコメント一つでにすごい助けられてるので、受け答えが丁寧で良きです、本当ですか、ありがとうございます。そう、ちゃんとその質問してくださらないと私の配信成り立たないから、ちゃんと返しますよ。自分でね話を広げるのがまだまだ練習中ですので、今の感じも好きだけどメンバーになったらいろいろ開花しそう、ぜひあのお楽しみにその時が来ることを願っていてください。そうですね、私割とね一人で喋ってるとずっと同じテンションなんですけど、友達とか人と喋ると割とたまにテンション爆上がりする時あるのでその時は割とうるさいかも。さやかて工藤のツッコミ役とかかなり重要な役職を、そんなでもねツッコめないですよそんな先輩にそんなツッコミも私全然うまくないんですよ。そう、ボケもうまくないけどツッコミもうまくないなでもお笑いはねすごい好きでよく見るんですけど、ツッコミは難しいですよね、言葉のチョイスをうまくしないとしらけちゃうし13分配信したいと思います。ギガトンさんで合ってるかな、こんばんは、こんばんは。初見さんありがとうございます。アニメとか本とか好きで普及させたいものなんかある？なんだろう、アニメとかね、漫画はね最近何読んでるだろう、あのケーキの切れない飛行少年たちだっけなっていう漫画を読んでますね。多分普通の単行本とかでもあると思うんですけど、が LINE 漫画で読んでます今。
お話し会でメンバーみんなテンション高くなるから楽しみ、周りがうるさいってのもあるんだけど確かに私も多分ね、1対1で話すときはねかなり爆上がりになると思います。一人でこうやって配信することに本当にしたことないから、なんか今あるじゃないですか、その SNS とかでその一人でライブ配信できる機能あるじゃないですか。そういうのも一人では多分したことないから緊張ですね。毎回配信がどんな内容、あの少年院に入ってる人たちのなんかその精神状態的な、なんで説明しにくいんですけど、その少年院に入ってる少年の方々のお話です。堀越さんありがとうございます。バラいただきました。ぜひ皆さん読んでみてください。あの割と短編で終わるので、あのロングターンが苦手な方は結構とあの面白いかもしれません。私はすごい面白くてよく読んでます。あと LINE 漫画だったら無料で読めるし、でも本買いたいなと思ってるぐらいすごい面白いです。堀越さんありがとうございます。あとなんだろう、あと今ハマってるもの、アニメとかは本当に見ないんですよね。アニメよりドラマ派なので。あ、そうそう、あとね、あ、岡山国鉄さんこんばんは。こんばんは、お久しぶりです。もう一度題名を、ケーキの切れない飛行少年たち、たちがあったかな、わかんないけど、ケーキの切れない飛行少年たちだと思います。可愛いですね、頑張ってね。ありがとうございます。多分ね結構有名だと思います。沖優香推し、そうなんですね、沖さん可愛いですよね。了解ありがとう、ぜひ読んでみてください。今期見てるドラマは何、今期はブラッシュアップライフと、あと忍者に結構難しいと、あとなんだっけ、3000円の使い方も見てるし、あと大病院選挙も見てるし、あと何見てるっけな、あ、ゲットレディも見てるし、あとなんだっけ、北川景子さんのテミスの教室も見てます。もう大体見てますよ、ドラマ大好きなんで。ちょっと前のドラマだけど、ナンバ MG5 は面白かった。それ見てないかもそれは見てないかもしれません。でも名前は聞いたことあります。いっぱい見てるね。そうなんですよ、ドラマ大好きなので、この時代に珍しいテレビっ子なのでドラマはよく見ます。ございます。2月の10日、はい、やっぱ売越さん、赤のバラ30個ありがとうございます。ありがとうございます、本当にありがとう、嬉しいです、ありがとうございます。そうそう、でそれでね、今あの何か映画を見ようと思っていて、ターミナルっていう映画をね見ようと思ってるんですけど、なんか他にもおすすめあったら教えてください。ドラマ録画がいっぱい溜まっていくだけになってしまいます。確かに溜まりますよね。ありがとう、いえいえ、こちらこそありがとうございます。そう、前に映画おすすめしていただいたのが確かターミネーターだっけな、おすすめしていただいたことがあるんですけど、他にも何かこれいいよっていうのがあれば。私はターミナルを見たくて、なんか空港に取り残されたトムハンクスかなの映画ですごい見たいんですけど、時期をね、いつ時期っていうか時間をね探してる途中です。ちょっと今日ね古文の勉強したんですけど、古文やばすぎて古文単語をね
かなり覚えないといけない。マサおじさんこんばんは。こんばんは、初見さんありがとうございます。アクション系は見ないんですけどチャレンジしてみたいです。あの初心者向けのがあれば。何系がいいの？映画見やすいドキドキハラハラしない系が好きですね。コメディ系っていうのかな、うん、アメリカンコメディとかすごい好きで、あの昔ね E テレでアイカーリーっていうねアメリカンコメディのドラマが、ドラマっていうかそのあったんですよ。大好きでしたね、アイカーリー。キヨさん合ってるかな。こんばんは、こんばんは、初見さんありがとうございます。そうアメリカンコメディがすごい好きです。そうで、それで映画紹介のなんか YouTube とかよく見るんですけど、あこれ見たいと思っても見よう、ね、いざこうつけたら忘れちゃうんですよね、それを。だからもうこれと思ってもこれを見るんだ今日はっていう。サンピンさんこんばんは。こんばんは、初見さんありがとうございます。昔のやつでもよければ、ショーシャンクの空にを名作に、初めて聞きましたそれ。ショーシャンクの空にまた見ます、絶対に。ホームアローンやな、ホームアローンね、よく聞きますね。やっぱ面白いんだ、面白いんだったら見てみようと思います。こいつですね、これこいつでしたね見てみます。ただのりジョリーさんこんばんは、こんばんは、ありがとうございます。脱獄系の映画好きです、すごい好きです。そういう系、ショーシャン見ます。また見たら感想言いますね。あ面白そう、刑務所内の話か。勉強のやる気出ない時はビリギャル見てた。ビリギャルいいですよね、私も見たことあります、映画すごいですよね本当に。勉強がね本当にやらないとやばいやばいバックトゥザフューチャーとか、バックトゥザフューチャー面白いですよね。あのちょっとだけ見たことあります、ちょっとだけバックトゥーザフューチャー見よう、またフルで見よう。私ねあの何回見ても最後まで見れない映画があって、あのポニョが DVD も確か2回ぐらい借りたし、あのテレビでやってるのも確か3回ぐらい見たんですけど、なんかね最後まで見れないんですよ、謎に。途中でもういいやってなっちゃう。そう面白くないわけじゃないんですけど、なんかね昔ですよ、すごい10年ぐらい前かな、だから7歳ぐらいの時にね何回も見たんですけど、結局最後まで見たのかな、結末をね全然覚えてないっていう。ポニョは面白いんですけどね、面白いんですけど、なんか最後の結末を思い出せない映画トップ1ポニョ。ワイルドスピードも車好きなら楽しい。へえ、ワイルドスピード、ワイルドスピード。あらリコちゃんさんありがとうございます。赤のあーすごいムキムキだムキムキの人出てきました、ありがとうございます。リコちゃんさん、あらリコちゃんもありがとうございます。リコちゃんキラキラの星だ、さん赤のバラ、ムキムキの人、ムキムキの人が出てきました。かける5、ありがとうございます。リコちゃんさん赤のバラ5つありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとうございます。
襟かわいい。襟これですか？私これ本当はね、あの一回着たことあるんですよ、配信で。それのね、ニットの上にこれを着てます。頑張って働くね頑張ってください。私も頑張って古典の勉強をします。古典今日できなかったの、すごい引きずってる。俺はラピュタを最後まで見たこと、見たこと、星でか、星なんだろう。美容院って何ヶ月おきに行くの？私全然行かなくて、美容院本当はね1ヶ月に1回ぐらい行く方がいいと思うんですけど、私は本当に3ヶ月に1回ぐらいしか行かなくて、そう、すっごいたまにしか行かないです。ありがとうございます。ロリコシさん、キラキラの星2つ。美容院はね、何かとちょっとお金がかかっちゃうし、でもね、最近行ったばっかなので割と髪の毛綺麗だと思います。今はね、伸ばしたいので。前髪は自分で切ってるってこと？そうです、自分で切ってます。キラキラの星、前髪だけは自分で切って、こっちはね、ちょっと傷んできたなと思ったら切ってます。おい伸びた、うまそうなリップ塗ってるじゃないかリップ皆さんもぜひ、ソルティーチャイっていう番号なんで、あ、番号色、ジューシーっていうブランドのソルティーチャイねやつなんで、よかったら皆さんも買ってみてください。2000円ぐらいかな、いいですよこれ発色が。今日はゆっくり休んでね。ありがとうございます。お、時間だ。時間になりましたか？ではちょっと、男も男がつけてもいいですか？いいですよ。もうね、時代はメイクは男とか女とか関係なくなってきてるので、リップ、だって、あ、ランクアップしました。やったで、18位まであと14万ポイントで、さあありすぎでしょ古典の言い方かわいい。古典？あ、古典かルリコシさん、キラキラの星ありがとうございます。ありがとうございます。パチ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 、おめでとう、ありがとうございます。本当に皆さん、ちょっとだけ延長しますね。皆さんちょっと延長時間ください。延長します。少々お待ちを。03 ティーカップ。さあありすぎでしょに笑ったね、びっくりしました。18万って書いてたから18万かと思って、桁が違いますね。延長代歓迎です、ありがとうございます。少々お待ちを。ティーカップを書いてますので10個だね。ありがとうございます。皆さん本当にありがとう。明日もするので、ぜひ皆さん見に来てください。ゼロさん、ティーカップ2つありがとうございます。2つじゃなかった、ティーカップ10個ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。ポメ兄さん、こんばんは。こんばんは。トリドキモノさん、ありがとうございます。数えますね。13個、130個、合ってるかな、130個か。明日土曜日だけど、配信予定は、配信予定ありますよ。何時にしようかなって悩んでて、お昼からでいいですか？猫寝てる、猫寝てます猫はぐっすり寝てます。お昼からにしようかなと思っていて、
朝は皆さんゆっくり休んでください。そうなんですよ。だからまた配信予定入れときますね。いいです、ありがとうございます。仕事終わった後はさやちゃんの配信見るの最近の楽しみ。嬉しいです。皆さん仕事終わった後ぜひもう見に来てください。もう軽い気持ちでいいんで、全然軽い気持ちで見に来てください。明日鬼のドラマの日じゃん。大病院選挙ですか。面白いですよね、あれ。本当に私はね、ブラッシュアップライフが本当に最近の楽しみすぎてやばいです。アバター変えてもいい？アバターってなんだろう、このあれですか、雪見大福うさぎちゃんですか。いいですよ、もちろん。何食べる、何食べる、どういうこと、お昼ご飯に、どういうことだろう。いまーす。鳥とけものさん、ハート130個合ってますか。ハート130個ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり雪見大福。雪見大福ラウンチ、ランチか、ランチね。ランチはね、何食べるんだろう、わかんない、お母さん次第。待って、止まったんだけど。ちょっと待って、止まってますよね、これ。ちょっと待って。こっちは動いてる。ループしてましたか？すいません、なんか勝手に急に切れたんですよ、さっき何も触ってないのに。なんかこの端末から配信しますかって出たから、なんかバグかな。すいません、なんかめっちゃ事故がで顔止まってたから、私の端末ではね。戻ったよ、泣きそうで可愛い。すいません、めっちゃびっくりした。フール入ってるか、日テレ系ドラマ後回しになって。待って、また止まった。なんだこれ、え、待って、止まってるけど、待って、またね、ループなってましたよね。すいません、時間はね、もうね、なんかわかんないけど止まっちゃうから、もう半目で止まった。最悪。最悪すぎる。じゃあちょっともう本当に読んで終わりますね。すいません、なんか勝手に止まっちゃうんですよね、最悪。じゃあ読みますね。ラナさん、鳥とけものさん、左押しさん、おかこおむすびさん、ピーちゃんさん、こじたまさん、ちょっと待ってね、今ね順位が変わったんで、もう一回読みますね。ラナさん、おかこおむすびさん、ピーちゃんさん、左押しさん、こじたまさん、とりとけものさん、じゅんやさん、りこちゃんさん、ひでさん、ごじゅうアップくんさん、アットマーク SKM さん、ブルーストさん、ゼロさん、なりちゃんさん、ウアンさん、いもけんふぃさん、ユナイテッドさん、みーくんさん、花火師さん、るりこしさん、ありがとうございます。なんか最後がね、本当に急に止まっちゃったからびっくりしたんですけど、皆さん本当にありがとうございました。また明日お会いしましょう。ありがとうございます。あ、1週間皆さん学校とお仕事お疲れ様でした。また明日も休日ゆっくりしてください。休日の方はね。じゃあ、まあ、大福からかパンケーキに変わった。ありがとうございます。ポニテありがとう。いやいや、お母さんに感謝を伝えておきますね。ありがとうございました皆さん、また明日ね、バイバーイ。